前、逃げるは恥だが役に立つというタイトルのドラマが放送されました。逃げるという行動には一般的に恥ずかしいや負けといったネガティブなイメージがありますが、結果的に有益となる場合もあります。他人の評価を気にするよりも自分自身にとって最良の選択をすることが大切です。この動画ではモールス更新において逃げるという行動がどのような状況で役に立つのかについて考えてみます。こんにちは、ちょっとアバウトな電検実験工房バーチキーズナビゲーターの赤ずきんです。撤退が有効な状況やなぜその選択が必要になるのかを掘り下げ、あなたがより長く楽しくモールス通信を楽しむためのヒントを探ってみましょう。最初に取り上げるのはネガティブな QSO 経験からの逃げです。モールス信号での交信はそのほとんどが楽しいものですが、一度でも嫌な経験をするとその QSO のことばかりを思い出してしまいがちです。これは人間の脳が生存本能に基づいて危険やネガティブな出来事を記憶しやすいよう進化してきた結果といえます。多くのモールス局は善意の持ち主ですが、稀に貴公子と呼ばれるような厄介な相手に遭遇することもあります。例えば QRS スピードダウンの要求に応じない、癖の強い符号を送り続けて内容が取れないなど、相手側の問題が原因となるケースも多いです。もちろん自分の体調不良や技量不足が原因でうまくいかない場合もありますが、そんな時こそ迷わず73を送信して更新を早めに打ち切りましょう。この行動はそれほど非礼ではありませんし、多くの局があなたの行動を理解し寛容に受け止めてくれるはずです。むしろワッチしていた局はきっとあなたの味方となってくれるでしょう。子供がゲームで負けそうになるとリセットボタンを押すように、あなたもそのくらい軽い気持ちで打ち逃げをしてしまいましょう。特にモールス初心者にはこの打ち逃げ御免は許される特権です。無理せず自分を守りながら楽しく続けることが何よりも大切です。次に秋からの逃げについて考えましょう。同じことを続けていると新鮮さが薄れ、初めは楽しかったものが繰り返しによって単調に感じられることがあります。この秋を感じた時は新しい挑戦を取り入れる良い機会です。例えばコンテストに飽きたら奥深い世界の DX 遠距離通信にチャレンジしてみましょう。新しい国や地域の局と交信することで新鮮な刺激とやりがいが得られるはずです。オーブンラバースタンプで QSL カードをたくさん集めたら、それを生かしてアワード獲得を目指すのも素晴らしい目標です。また和文モールスに挑戦して四季折々の話題を交えたラグ中長話を楽しむのも一興です。ひとところにとどまり続けるとやがてよどんでしまうことがあります。そこで立ち止まらず心の若さを保つために常に新しいことに挑戦し続けることが大切です。モールス通信の世界は広く、興味を引き出してくれる無限の可能性に満ちています。自分なりの新しい楽しみ方を見つけて次のステップへ進みましょう。3つ目は義務感からの逃げです。趣味が本来のやりたいことからやらなければならないことと感じられるようになるとプレッシャーとなり楽しさが失われてしまうことがあります。例えばロールコールのキー局を引き受けたものの負担に感じるようなら、短期的なものであれば他の人に代わってもらうのが良いでしょう。もし負担が大きく続けるのが難しい場合には、欠番になってもリタイアを選び自分自身を守ることが大切です。義務感の中でも厄介なのがサンクコストバイアスです。これはすでに投資した時間、労力、費用を無駄にしたくないという心理から非合理的な判断をしてしまう現象です。例えばここまで頑張ったから目指しているアワードを完成させなければならないと思ったり、高価な電検を買ったから何が何でも使いこなさなければいけないと考えたりしてしまうことがあります。こうした時には過去の投資にとらわれるのではなく、未来の利益を考えることが重要です。
もったいないという感情を排除し、長期的な視点で冷静に判断しましょう。合理的でないと感じた時は、こだわりを手放す勇気を持つことが、趣味を続ける上での健全な選択となります。趣味はあくまで楽しむためのもの。義務感に縛られず、自分が心から楽しめる方向へ舵を切りましょう。最後に、アマチュア無線そのものからの一時的な離脱について考えてみましょう。私たちの生活環境や健康状態は日々変化します。若い頃は仕事や家庭の事情で多忙になったり、転勤によってモールス通信を楽しむ時間が取れなくなることもあるでしょう。年齢を重ねると、体調の問題や体力の低下によって更新時間が限られることも増えます。 QRT 運用停止が理にかなっている場合でも、その決断をつけられないケースは少なくありません。若い頃に開局した多くの方は、その後生活の変化に合わせて QRT と再会を繰り返してきたのではないでしょうか。これを次のサイクルの始まりと前向きに捉え、再びカムバックできる日を信じながら、一時的に無線設備を撤去するという選択もありかもしれません。モールス通信はとても楽しく人生を豊かにしてくれる素晴らしい趣味です。しかし、気がつくと楽しさがストレスに変わってしまっている場合もあります。モールス通信を長く楽しむ秘訣は、ヒット&アウェイの考え方ではないかと思います。無理せず、必要に応じて離れる勇気を持ちながら、また戻る日を楽しみにする。この柔軟さこそが、この趣味を長続きさせる鍵です。バーチキーズはアバウトな性格のせいか、おかげさまで気負わず今もモールス通信を楽しむことができています。そして最後に、サイレントキーのリストに自分のコールサインが記載される日まで、無線通信を心から楽しみ抜きましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がモールス通信の運用の参考になるようであれば、後から見返せるようにグッドボタンを押しておいてくださいね。今日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。